はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今日はね、素敵な方を紹介したいと思います。昨日の夜、ジャパンさんのライブ配信見に行きました、ね、本当にね、素敵な歌声ありがとうございました。そこでね、チャットのところでね、挨拶していただきました。で、おじいのとこもね、今日コメントいただきました、ね、元気なおじいさん、こんにちは。昨夜は大変お世話になりましてありがとうございます、ね、旅人さんのライブでの思いがけない出会いに感謝です、ね、まあ、こんな感じでね、いただきました、ね、やっぱね、YouTube はね、出会いサイトじゃないよって、そういう考えの方もね、いるしね。舞玉さん、まあ、確かにそうなんだけど、でもやっぱね、素敵な出会いがね、いっぱいなんだよ、ね、それでね、早速ね、見てきたの、うん、動画は、ね、それでね、まあ、チャンネルは、ね、こちらね、なりはさんね、なりはのチャンネルってことでね、なりはさん多分ね、大先輩 YouTuber でね、結構メディアでもね、紹介されてたみたいで、知る人ぞ知るね、素晴らしい大先輩 YouTuber ですね。でね、今日おじいずっと今ずっとね、今までこの成田さんの動画をいろいろ見てたの。本当に枝ちゃん見てる？枝ちゃんね、枝ちゃんすごい参考になるよ。枝ちゃんね、よく見て。枝ちゃんこれね、これがね、3年前ね、初めましてのシニア動画ってことでね、69歳でね、YouTube すごいよね、ほんと。それでね、本当優しい喋り方でね、温かい人柄がよく出てる、自己紹介ですね。まあ後からこうすごい紹介されてると思うんで、まあ、この紹介のやつが3900回アクセスあります、これはね。で、まあ、その前後ね、200とかね、まあ、この歴史ね、いろんなメディアで紹介されてるんでしょう、ね、雑誌とかね、コラボとか、ね、で多分みんなこうしてこう見てくれて、古い動画ってなかなかアクセス上がらないんだけど、まあ、かなりね、ファンの方がすごい興味を持って見てるのがよくわかります、これね。これなんかもね、寝台特急カシオピアの旅とか、これじっくり見たいよね、こういうのね。乗りたくても乗れないでしょおじいも人生終わるまでに一回乗ってみたいなと思うけどね、こういうの予約もなかなか取れないんだよね。はい、それでね、いろいろ見たよ、いろんなの見たよ、ほんと。こうしてね、日頃使用しているバッグの中身を紹介って、ここにね、横文字まで入ってるね、バッグオブコンテンツ、ね、おじい勉強になった。バッグ、そう、コンテンツってなんだろうと思って、よく聞くなと思ったけど、中身って意味なんだね、これね、うん、すごいなあ。バッグって意味かな、コンテンツって。違うね、バッグはバッグだもんね、バッグオブコンテンツね。私英語はちょっと苦手なんだけど、こうやって書くんだね、うん、すごい。歴代ロージちゃんのね、紹介とか、ね、いっぱいね、動画があるんだよ。ずっと見ててね、美容院に行ってきましたとかここもね、いっぱい勉強してね、著作権についてどなたか教えてって感じで、本当にね、YouTuber スタートって感じだよね。 YouTube 始めますみたいな感じで、うん、ね、でもね、原因不明と診断された持病とね、付き合って10年経ちましたとか、ね、でお誕生日の時もね、
パンパカパーンしてね、もう70歳パンパカパーンってね、私70になりました、 YouTuber の誕生ですみたいなね、非常にねあったかい、ね、何あの健康法と食事、あこれね、これもリンク貼っとくので、これはねすごくいい、この未確認飛行物体もね、みんな下向いて歩いてるでしょ、なかなかね上を見て歩いてる人いないんだよ、なかなかね気がつかないんだよね、こういう未確認飛行物体飛んでても、ね、でもすごいよね、こういろんなことにこう目を向けてって感じで、パッてこう動画が撮れるってすごいよね、本当。このね健康法、これはね、まあ、ちょろっとはあれだけどもね、ごめんね、これ間食ね、まあ、間食をしないとかね、そういう内容あります、ね、例えばこれ食べるってこうねしゃしゃされてもね、ありがとうって一応もらっておいてね、まあ、その場で食べないね、で帰ってご飯を食べた後に食べるってね、ああつって健康法を聞きながらね、おじい今ここにあるでしょ、こうパンがこう一気にこうやってあって、それ半分ビャーつってね、なんていうの、なんかディニッシュっていうのかな、ふわっとしたやつ、それこれにあふれんばかりこう持ってきながら、今コーヒーね完食を思いっきり一個か、完食を完食したところなんだけど、これむしゃむしゃ食べながらこうやって見てたら、完食をしない、それが健康って、あっちごめんね、ほんとね、しまったと思ったよ、これね。いや、これもリンク貼っとくからね、みんなに見てほしいね、健康法。ね、うん、でね、やっぱ桜が満開、ね、素敵な配信もあればね、今伝えたいこと、毎週金曜日の夕方6時から7時に動画アップしますって。これはね、おじいも UFO キャッチャー見てるね。シャンディリさんとか、ね、毎週土曜日だかな日曜日だかな1週間に1回アップしてるんだけど、その更新をね結構楽しみにしてたりします、ね、で生配信だったら必ず決まった時間にやるとか、ね、例えば決まった曜日の何時からはFM 日立のね生放送だよとかね、これってねすごい大事なことなんだよね、大切なことなんだよね、やっぱね、さすが大先輩 YouTuber ね、こういう基本でやっぱねやられてるんだね、なるほどと思ってね、で取材をされましたっていうね、まあこれが後々ね本とかのあれなんだけどもね、かもね、35年ぶりに金縛りに会いましたってね、おじは若い頃よくなってたんだけど、それコメント書いたらね、今マッハでコメントね返信いただきました、ありがとうございます、本当にびっくりしちゃったあんまり早くてね、それでね、ここもね、 iPhone6 Plus のカバーが壊れたので新しくシリコンケースをね買いましたみたいなね、もうガジェット系の紹介になってみたりとかね、うん、あこれもね本当誰もが一度は経験するっていうかね、人混みの中を目を泳ぐね、泳がさずね、話しながら動画撮れますかみたいなね、検証で、すっきりとねヘアカットしてきましたとかね、あと こういう系誰もがねやっぱこういう動画って、おじいも今日さ、うん、朝一発目の動画とかあったけどね、うん、まあ、ここら辺の動画アップする方って結構多いよね、 YouTube をやりたいのかやりたくないのか、ね、こういう感じのやっぱそうなんだと思ってここは本当ね年齢関係なしに、ね、男女年齢関係なしにやっぱ誰もが一度は考えるんだなってね、そうそうね、お父様ね、お父様はね立派な職人さんだったんだよね、ここもね動画がねすごくいいです、ね、今職人さんって本当いないからね、日本の技術のねそういうトップクラスの
職人さん、やっぱ世界の注目だったんだけれども、今なかなかちょっとないよね。まあいろいろやって、あ、このね、横井の畳み方講座とかね、こういうのもね、なかなかこうアップしてくれる方って限定されるんでね、本当に。昔はね、こういうのってほら全部できて当たり前ね、でみんなが知っているね、だいたいうちの中でね、親から声ちゃんとこういうのこう伝わってるはずなんだけど、今そういうのが全くなくなっちゃったんで、やっぱねこういう動画っていうのがね必要なんだよね、すごくね、素晴らしいじゃございませんか。お試しスキンケアとかね、わあ、いろんなことやってるなと思ってね、これエンディング作ってみましたオープニングもあったんだよ。さっきのね、取材されましたってところでね、オープニングができましたっつってね、素敵なオープニングがあって、今度はエンディングができたよってね、すごいんだよ、オープニングとエンディングができちゃったっていうね。自分へのプレゼントもね、購入しましたって、素敵だね本当に。ここもね、おじいも生配信でよく言ったけどね、うちの親父もそうだったね、運転免許証の自主返納してきましたとかね、もう本当素晴らしいこと、なかなかねできることじゃないんだよこれね。おじいもね、本当そう思う。おじいもね、一定の基準でね、おじいも自主返納すると思う。でもうずっと昔なんだけどね、うちの親父も自主返納して、でお隣のね、去年亡くなっちゃったね、同級生のお父さんもね、それにそうだなっつって、で免許を返納した。でその横のお父ちゃんもね、返納したって感じで、やっぱね、自分が事故っちゃうとかもらっちゃうっていうよりも、人様を傷つけてしまったら取り返しのつかないことになるっていうね、そこのところやっぱニュースを見て思ったんだろうね、本当にね。だから今はまだまだ大丈夫かもしれないんだけれども、でもみんな大丈夫だって、そこみんな大丈夫だと思うんだよね。もうダメだって思って免許返す人っていないんだよ。だから今のうちに何か起こる前にね、もう自主返納しようっていう、これねなかなかねできないんだよ、決断って。持ってれば一応身分証明になるしみたいに、だいたいね返納できないよ本当、ね、これはね素晴らしいことだなと思って、おじもよく生配信で言ってたんでね、この免許証の自主返納については、ね、とまた今度ね、71歳のハロウィーンっつってね、ね、可愛らしいね本当ね。ね、また今度ね、瀬戸康史さんがね紹介していた運を味方にするのノウハウ、ね、瀬戸康史さんだ本当ね。おじいもね、こうしてね動画見させていただいてね、元気なおじいもね、タイトルにね、瀬戸康史さんのね、その瀬戸康史ってね4文字使った動画が何個かあるんだけどね、おじいも大ファンなんだよ瀬戸さんのね、瀬戸さんのファンだし、今この音楽もねそうなんだよね。あ、これ違ったか、これはカジチャンネルさんの方かね、瀬戸康史の動画ってね、あれすごい好きなんだよ、おじいもね。決してあじじゃないんだけれども、Wi-Fi のあれでね、おじいが返却の時にね、こう足見制限でね、引っかかっちゃうし、アイビデオでしら、一回返却する時に窓口で止められちゃったんでね、なので軽く簡単にチュルってこうテープ巻いたら、ね、いじめられたんで、ね、シール、テープを貼ることはね、器物破損だって言われてね、で瀬戸康史がペロってこうね、シール貼ってたんでね、テプラを貼ってたんで、白ハンテープよりもテプラの方が粘着力強いからね、で熱を持つと余計粘着増してビーッと時に跡つくからね、それは注意しないのって、おじいの場合さらされたんでね、もうひどい目にあったんで、なのでこれ瀬戸康史は大好きなんだけれども、で瀬戸康史の方
テプラはいいのかっていうね、まあ、それに関して出してね、瀬戸康史ファンからね、これがすごいのよ、ドゥワーってすごいよ、今まで見たこともないような数字のこれがドゥワーっとね、その動画すべてにかかってきてね、本当はね、瀬戸康史さんは大好きですよね、何も悪気がないのでね、この場をお借りしてね申し訳ございませんね。でもアクセスいっぱいいただきました、ありがとうございます、ね、お名前のお力でございます、ありがとうございます、ね、それでね話を戻しましょう。本当ねやっぱね同じ有名な方のね同じ4文字の使い方1個でもねだいぶこんなに違うんだと思って、ね、まあ知ってる方は知ってるね。ですごいよねこの段階でねチャンネル登録600人突破ってね、やっぱ100人超えてそこで終わっちゃうじゃなくてね、やっぱこれ見てるとね毎回毎回あるんだよ、何百人とかね。でここまでファイナルファンタジー実況までやっちゃう、ゲーム実況までやっちゃうんだよ、すごいでしょ。でプレゼントボックスのねこうラッピングとかね、今日のコーディネートとか素晴らしいね。お気に入りのチョコレート、これさっきもほらそうなんだよね、完食をしない誰かが唯一ハマってるものみたいな感じでね、チョコレートってチョコレートはいいんだよね、でもね、うん、ねこの無効にならないためのね遺言書の書き方注意点とかね、遺言書ってなんか遺言ってなんか残った人のために書くけどね、おじい遺言書書いたら誰見るんだろう、うん、ねえ。で多分ね最高齢 YouTuber としてね、あこれだね、東京グラフィティ4月号になりましたって感じでね、うん、いろんな動画ねアップされてるなと思って今日いろんな動画見てたの。ドラクエなんかもね本当にやってるのかなと思って見たら本当にやってるんだよ本当にドラクエやってる。でドラクエの会話の吹き出し物語でしょ、まあ要はねドラクエ5ファンとかね、でさ吹き出しをちゃんと読んでるのよ。ね。もう物語みたいな感じ。で、吹き出しがほら、一定時間経っちゃうと、ペロって消えちゃうから、あ、ごめんなさい、最後読めなかったみたいなね。面白い内容を見てたら、本当にやってると思って、今年いっぱいで、蹴りつきそうって言っててね、確か今月もちょっと最後、ペロってこうあったけども、いや、すごいなと思って、ゲーム実況だよ、ドラクエやっちゃうんだよ、71歳のねゲーム実況ビビったおじいね、ちょっとだけよってあんたも好きねーみたいなタイトルとかねだから目まぐるしいって一日来てみたりとかね、ここら辺も素晴らしいね、マクロレンズと広角レンズね、おじいも買ったけどこういうの全然作らなかったな、もう買ってなんで作らなかったんだろうって思うんだよね、いいもの買ってきちゃったふふふって生配信では言ってたんだけど YouTube 動画にしなかったよな、こういうね日常のね買ってきたものを家庭やっぱ残すべきだったな、おじいもな、いろいろね、まあここもね、ねこれちょうど3ヶ月前今後の活動について、おじいも今日ね今後の活動どうしようかなって、同じようなタイトルでもね全然内容違うんだよ、ね、いろいろね、うん、まあ、原点があってね、でライブとかそういうのとかもいろいろあるんだけれども、最初のうちはね動画をアップしてた、ね、でもやっぱほらライブとかコラボとかねそういうのになってきてね、やっぱ動画を立て直さなきゃいけないってね。でまあゲーム実況はねもうすぐドラケンがねユルムが終わるからとかね、まあそういう内容を確か喋ってたと思うんだけども、ね、うん、やっぱ本当にねこうやって一回振り返ってみる、自分のチャンネルを振り返ってみる、ね、やっぱこうして先輩 YouTuber でもやっぱこうすでに自分のチャンネルね今どうかなってこうちょっと客観的に見てね、それとかあと視聴者様にねご指摘されてね、ご指摘いただいてありがとうございますみたいな形で考えてみて、
やっぱ原点に戻ってみようとかね。まあ元気なおじいの場合、原点に戻ったらまたどえらいことになるかな、またね。まあおじいの本当の、まあおじいのスタートした頃っていうのは生配信の延長上でね、表で Wi-Fi が なかったから、あそこに行ってきたよとか見てねってアップしてたから、まあ、そこら辺が原点なんでね、そこの原点に何にもないんだよね。生配信で見てね、おじい楽しみにしてる、おじいいいとか撮ってきてね、おじい行ってらっしゃいっつってね、たくさんの人がおじいの動画待ってるねって言ってくれたのに、再生回数全然いかないんだよね。チャンネル登録も増えないし、見てくれたって、うん見た、おじいすごかった、素敵だった、すごいとかでね、何見てくれたっつってね、イライラっつって、本当に見てくれたのと思ってね。やっぱ生配信と配信アプリと YouTube ってね、やっぱ違うなと思ったんだよね。両方とも行ったり来たりっていうのはね、なかなかしてくれる方ってね少ないんだよね。本当もうおじいもちょうどね、今今後の活動についてね、もう悩んでるところです。でその後になるとね、新聞紙のゴミ箱、ああと思って、これ四角のこの素敵なゴミ箱、このまんま知れるってやつね、確かね、これちょっとじっくり見てね、おじいちょっとこれいいなと思って、うん、そのまんま知れる新聞紙のゴミ箱、いいよねこれね、うん、おじいちょっとこれトライしてみよう、これだったらおじいでもなんかね、実用できるもんね。やっぱねこういう動画でね、見るっていうことはいろんな発見があるし、やっぱり自分もやってみようとかね、あとはこういう情報を入力するでしょ、そしたら自分のカラーにして情報を出力すればいいんだよ。今こうやってねお話ししてるけど、このおじいの動画を見てる方っていうのは限りあるんだよね、見てくれてから少ないんだよね。だからまた動画でね、おじい的新聞紙のゴミ箱作り方みたいなね、でみんな知ってるってかでね、おじいはこういうゴミ箱使ってるんだよみたいな形で、でそれを作ってて動画撮ってまた紹介するっていうね、こうしてね情報はこう伝わっていく、どんどんね拡散していくっていうね、もうオリジナルのものにしてやっていく自信を持って。確かどうだっけ、ちょっと待ってね、こうやって、こうしてこうするみたい、ってこんななってやってたらね、どこ見てやってんの、それ紹介してくれた方が早いよ、リンク貼っといてってなっちゃうでしょ。だからちゃんとね、ちゃんと使い方覚えてねみたいな、ここのとこはこうでね、ここのとここうしてやるのがねこっちなんだよ、あらぴったりいくでしょってね、こういう形でね自信を持って動画を作る、ね、自分のものにする、ね、やっぱねこうした輪ができて ねごめんね、新聞紙のゴミ箱ネタちょっとパクらしてもらうね、これね、ことね、こうやってねごめんなさいってね、でもありがとうって感謝の気持ちを持ってね、どんどんねやるんだよ。それがねまずは YouTuber に向けてのね階段だと思う、ね、大先輩 YouTuber だからね、いくつかネタパクってもね大丈夫だからで、そのネタの分だけね、総閲覧数と努力人数までごしゃって引っ抜いてこっちに持ってきちゃうわけじゃないんだからね、すいませんちょっとお借りしますってね、ちょっとこうちょっといただければね、そこでまたちょっとねキュッてこういけるでしょ、ね、こうやってねやっぱ楽しい発見が、ね、いっぱいある、ね、プラスはあってもマイナスはないね、本当ね、また素敵なハロウィーン。ハロウィーン、おじい、あれちょっと思い出しちゃったな、なんだっけ、昔よく何回も再放送見たんだよ、奥様は魔女、だっけ、ピロリロリンの、ね、お母さん、ね、この、なんだっけ、これまぶたのとこに青いの、なんていうんだっけ、あれアイシャドウっていうんだか、なんだっけあれ、もうちょっとね青いのでビーンってやってね、目の縁クッて上げて猫みたいになったらね、
うん、あのママみたいな、ママママみたいな感じで ね, ねここまで挑戦するのすごいよなやっぱね、うん、あそう、あとねおじこれ知らなかった、あの YTSC これね、チャンネル登録者数がリアルタイムで分かるってやつね、これあの YTST でそのままググればあの出てくるんだけどね、リンクがね、あのちょっと英語っぽいようなとこなんだけど、そこであの登録者名を入れると今その人が何なのか出てくる、まあ、ただしねそれはあのチャンネル登録人数を公開する方のみなんだけどもね、で元気なおじいで入れるとあのゼロになってます、ね、あの元気なおじい、ね、今日もね確かコメントでね、元気なおじい何人で、あの登録人数今何人ですかってあの質問してくれた方がいるんだけど、それおじいの動画でいっぱい紹介してるんでね、探してみてください、ね、本当ね今回は素敵なね、あのなりわチャンネルさんね、なりわさんを紹介させていただきました。これもほんのあの偶然というか、昨日もあの段階でおじい3本飲んでて、シャトチューンさんの生ライブ見てた段階で、あのシャトさんが502本で1リッター、おじいは353本で1050だから50ミリ買ったーなんてね、ちょうどもうそこで飲み切っちゃってね、うわーまあと寝るだけだーってなったんだけど、そっからあのしげだめジャパンさんのライブを見させてもらって、そこでこういうつながりができたっていうね、本当ねやっぱこういう偶然が偶然を呼ぶっていうかね、本当にこう人とこういう触れ合うっていうのは本当になんていうかな、こう一瞬の出来事で流れが変わってくる、本当に。じゃあジャパンさんとかね、あのどういう時に来たっけってね、やっぱおじいがあの総合登録とかああいうところの活動に出てパッパって出た時に、みんながパーって来てくれた時にね、あのコメントをいただいてね、やっぱねそこの行動から何かを起こして、そこから今の現代にね、今こうやって会話をしている皆さんとつながっているわけなんで、やっぱ行動あるのみなんだよね、本当。でそれをあのそこからまた輪が出て、その輪からまた 輪ができてっていうね、本当こういうつながりができてっていう。じゃあこのたくさんの方とね、素敵な方とこうやって出会えたわけで、あの一個の行動がなかったらこうして知り合うことっていうのはなかったんだよ、今でも知らなかったと思う絶対に。でおじいのところではね、あのレースゲームをやるか、あの Wi-Fi のネタを扱ってるか、どっちかだと思うね。ほんとね、あのおじさん、まあ、ブラッシュさんともねキャッチボールするネタもないし、何にもないんだよね、うん、あの枝ちゃんもいなかったし、ミミミちゃんもいなかったし、シャランドレイさんもいなかっただろうし、本当ねみんないないよね、今盛り上がってる人たちがみんないないんだよ本当に。だからねやっぱりね、あの人との出会いっていうのはやっぱね、生かすも殺すも自分次第なんだけれども、やっぱりプラスになる、すごく、うん、おじいそう思ったね。あのね、本当今回はね素敵な方と知り合えたなと思って、で今日はあの時間かけてね動画を何本も何本もね見させていただいた、本当に、うん、年齢は関係ないでしょ、69歳から始めて今72歳だったかな、うん、3年ぐらいねあのやってるんだけども、すごいでしょ。あとね、あのこんなお話もあったよ、ささやかななんかあの幸せみたいなね、あのコンビニでね、なんかあの社会口だかな、なんかビッグだから100円のやつをね、あの5個ずつ買うんだけどしてね、そしたら5等で980円が当たったってね、まあ嬉しいっつってね、でもあの銀行に行くとね、なかなかあの980円だと関係に来る人がいないんだって、で少額でなんか悪いみたいな感じで。でも5等だってなかなか当たらないんだからね、本当あのおめでたいことなんだからね、本当あの開口に来てほしいってね言ってるんだけどってね、
本当その通りだよ。おじいが一番まあ、当たって嬉しいっていうかね、外れて悔しいというか、セブンイレブンで777円買って1回くじ引かしてもらえるんだけど、あのくじ引かしてもらえる権利があるときに忘れられる場合があるんだよ。で、あの時にあくじって言える状況とそうでない状況ってあるんだね。お客さんが混んでる時間帯とか、あのくじ本当は引かしてもらえないなみたいな、この店員さんバイトさん気がついてくれないのかな、700円超えて買ったのにせっかくって思ってもね、みたいな感じでね、たまにあるんだけど、でもそこでね、くじを引くでしょ。ミルクティーとかね、当たるよね、結構当たるんだよね、あれね。でも外れがあるじゃん、なんだか応募する件ってね、あれが出た時にすごいね、チって思うんだよ、チッつって。あれ大体さ、こうまとめてダバって入ってるから、こうまとめてダバってトランプみたいになってるの、どれにしようかななんてさ、こうやって選んでるのって外れの束なんだよね。だからベロンってなってるのを取った方がペッて、当たりのやつをねペッてこう入れるんで、まとめて束で入れないでしょ。だからもうペロンって出てるやつ取った方が当たる確率いいんだよなんて誰かに聞いたことがあって、あそうかなるほどなと思って、でペロンって取ると確かに当たりやすいっていうのがあってね、今まで束からどれにしようかな、これうんうんこれみたいな感じでね、ペッてこう取ってたんだけど、大体応募のくじなんだね。あれ商品が当たる確率が結構いいだけに、やっぱ前の人とか後ろの人もよく当たるじゃん。だから自分だけあれ外れるとさ、よっぽど運が悪いとかさ、ね、あるんだよ。まあ当たった時は嬉しいんだけどもね、結構みんなおめでとうございますって、みんなほとんどなんかこうやってやった人、当たってる人が多いじゃんね。だそれ見るとさ、あれはなんか外れた方が運が悪いっていうか、なんかちょっと悲しい気持ちになるんだよね、これがね。そういう話から言うと、この980円って大きい当たりだよね。おじい980円当たったらさ、踊るよ980円当たったらね、本当に踊っちゃうよ、嬉しくて嬉しくて、ね、あんま当たんないもんね、おじい、バチしか当たんないもん。まあ、そんなわけでね、まあ、30分経っちゃった。本当長くなっちゃって、ごめんなさい。ね、本当、申し訳なかったですね。今回は、なりわチャンネルさんね、なりわさんのご紹介でした。本当ね、頑張る、ね、まあ、おそらく最高齢であろう、YouTuber 様。ね、まあ、そこでね、おじいのとこね、こうやって見ててね、こうして元気なおじいさんこんにちはって来てくれ、ちょうどね同じ時にね、ちょうどこれ1時間前でね、同じ時にその直後ちょうどこうやってコメントをいただいてね、で動画を見ながら感動してる時にね、シャイチャンネルさんからね、ご連絡いただいてね、ありがとう。ここで紹介で、ごめんね、ちょっと事前にね、面白いから。見たよ。はじめまして、えだちゃんから聞いてきましたって、今、おじいで、これね、なりわチャンネルさんの動画でね、すごい素敵な、チャンネルを見てね、感動してて、そこにね、シャイネルチャンネルさんが来てくれてね、えだちゃんから聞いてきました。私も YouTuber やってます。ノーカット51歳の動画は視聴者回数が11万回も超えてるのは私です。わら。見に行ってごらんとお前、見に来ましたってコメントが、おじいのね、感動中にね、来まして、ね。で、シャイチャンネルが、バカな動画アップしてるってね、ノーカットでございます見てきたよ、本当11.9 万回で見てきました、ね、シャイチャンネルさん見てきました、ね、でこの
ここのこお尻とこのもものね、このとこがこう落ちなくてみたいなね、この腰のなんていうの、あのここのお腹とね、ここのところがねなかなか落ちないよねなんて言いながらね、うん、であの 11.9 万回ね、おめでとうございますとね、あの素晴らしいと思いますね。51歳、ね、51歳がね、うん、11.9万回再生ということはね、で1万円以上稼いだわけですね。すごいことだと思います。本当にまだ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 ね、いけるぞ51歳ね。おじいね、これね、よいしょっとね、シャイチャンネルさんね、パッと見てね、おじい目についたのがね、ここだったんだよ。おじい確認に行ったのがね、このちょっとずっと下の方で、これこれが目について目にいっちゃった、これシャーチャンネルさん、これね、美容院に行ってきました横浜記念。これさ、美容院の待ち時間か何か、終わったとか、おトイレから用を足しながら動画を短く作って1分50秒だからね、シャ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 ーっと撮ったのかな。これね、再生しちゃったわ、思わず。これね、と思って、そしたらおトイレじゃなかった、これね、ちゃんとなんていうの、椅子があってあれだったんだね、うん、本当ね、なんていうんだから、やっぱり最初のイメージ、やっぱおじいのちょっと前の動画でも作ったんだけど、やっぱね、3秒、最初の3秒でイメージが決まるっていうかね、もうシャイチャンネルさんね、シャイちゃんがおじいに植え付けたイメージがね、もうノーカットで51歳でね、11.9 万再生、ね、そっから入り込んでるんで、ああ、もうその延長上でね、テレ配信があるして。だってさ、このね、農家ってさ、この農家さん、トイレが詰まっちゃった。ね、このトイレが詰まっちゃったがあるから、やっぱさっきのね、トイレに見えるよ、あれは。びっくりしたよ。ね、シャイチャンネルバカな動画アップしてるってタイトルなんでね、いや、どんだけバカな動画ばっかアップしてんのかなと思って、ね、ちょっとびっくりしちゃった。このギャップが、ね、すごく、ごめんね、深い話とちょっとね、こうなんていうかな、こう天と地と言ったらあんまり知りかもしれないけど、全然真逆なね、あれでちょっと申し訳ないんだけど、おじいの中ではこのギャップがね、ものすごく楽しかったんだよ。同じほぼ同じ時間の10分のズレがあるかないかの間に、2人のおじいのところにね、コメントが来たわけだよ。初コメ同士で、昨晩はね、お世話になりました、良い出会いができましたっていうね。でこちらで、ね、枝ちゃんから紹介されてきたよってね、あたしだよ、あたし、11万回はあたしみたいな形でね。でこちらはね、69歳ね、YouTuber になりましたってね、よろしくお願いしますって、素敵なお上品で優しくてね、本当もうおじい感動して胸を打たれて、あ、おじいもいろいろ考えさせられるなって子にね、お便り詰まっちゃったとかね、ノーカット、ここのね、おしっこ落ちないのよみたいなね、こう同じ時間に来たコメントでね、同じ女性からね、初コメが来てね、このギャップがすげえと思ってね、これはぜひちょっと一緒にご紹介しないわけにはいかないかなと思ってね、最後に紹介させていただきましたね。シャイチャンネルさんね、うん、この場所で、ね、
この長い動画のね、ここで紹介したのはね、多分あの枝ちゃん最後まで聞いてくれるんだよ。EDA EDA EDA のね、枝ちゃんがね。でそのまあのシャイちゃんは見てくれないと思うんだけど、枝ちゃんがおじいが最後の方でね、なんか言ってたよっつってね。うん、でその情報からねまたねあの見に来ましたみたいな形でね多分なると思うんでね、うん、なのであのここの場所でいいでしょ多分にはね。はい、長くなりました、ね、そんなわけでねあの長々すいませんでした。あの今回はね本当あの素敵な方を紹介させていただきました。ありがとうございますね。ね、なにわさんこれからもね頑張ってね、YouTube の方応援してます。おじいもね本当にジャパンさんもね本当あの素敵な方とのねめぐらいのライブ遊びに行かせてもらってありがとうございました。本当ねこれからもよろしくお願いいたしますね。えだちゃんシャイちゃんよろしくね、これからもね。そんなわけでおじいでした。最後までありがとう。またね、バイバイ、ぴょぴょー。